今回ご紹介するテーマはズバリ横山大観です。今回ご紹介するこちらのコーナーから大観の作品を2点ご紹介していきたいと思います。横山大観、日本画壇の巨匠として知られる画家ですが、明治元年茨城に生まれます。そして20歳で東京美術学校に入学すると、当時の校長である岡倉天心の教育を受け、大変な影響を受けることになります。こうして以来大観は天心を生涯の先生と仰ぐようになります。大観はその後、天心と共に日本美術院という団体を立ち上げます。まずご紹介するのは、その時に描かれた作品です。こちらの作品は、名優である菱田春草と共に描いた作品、旭日西波です。向かって右側から、上空で鶴が舞う海原、大きな赤い朝日、そして黙々と湧き立つ雲と、この3点で一組の作品です。ちなみに、落款を見てみますと、中央が春草、左右を大観が描いています。二人は当時、例えばこちらの作品で見られる朝日の明るさですとか、あるいは波打つ海など、視覚でははっきりと捉えられるけれども、形を表すことが難しい、そんな自然表現を、これまで日本の美術で大切にされてきた線を使わずに、色の濃淡やぼかしで描く、そんな表現を模索していました。これがいわゆる朦朧体ですね。大観と春草は、こうした日本画の新たな表現を探りながら、様々な名作を生み出していきます。ところが、春草は明治44年、36歳の若さで亡くなり、また天心は大正2年に亡くなるなど、大正期を迎えた頃の大観は、おそらく精神的に非常に困難な時代にあったと思います。しかし、大観は、そうして日本美術院が活動停止状態になっていたんですが、なんと、天心の一周忌に合わせて、再び日本美術院を立ち上げました。そして、お次にご紹介する作品が、東正節。日本美術院を立ち上げた後に描かれた作品です。豪華な金屏風に竹林が広がっています。こちら、左側に佇む人物は、中国およそ1500年以上昔、陸朝時代の詩人、陶淵明です。陶淵明は、もともと官僚として国事に奔走していましたが、おそらく政治家って決まり事とか礼儀事が多くて、束縛された生活を送ると思うんですね。それが陶淵明は嫌になりまして、仕事を辞めてしまいます。こうして故郷に帰り、隠遁生活を送りながら多くの詩を残した人物です。ちなみに本作のタイトルは陶正節ですが、陶淵明と呼び名は違いますが、同じ人物を表す名前です。そしてこの陶淵明の反対側を見てみますと、背中を丸めて頬杖をついた人物が描かれています。これは大観がこの頃よく描いていた居眠りをする子供の姿です。そしてその傍らには何やら長い木の板らしきものが描かれていますね。これの正体は弦が張られていないお琴です。陶淵明はお酒が大好きなことで知られていました。そして酔っ払っていい気持ちになると、この琴を手に持ち演奏する素振りをしながら心の中で音色を楽しんだ。という伝説から共に描かれる重要なアイテムです。また、大観は、この大正期頃を中心に陶淵明を
何度も作品に描いています。一体これはなぜでしょうか？実は、天心は生前、中国の思想や美術を、深く傾倒していたことと関係しています。そして大観は、この陶淵明の姿に天心を重ねていたのではないかと言われているんです。ちなみに天心は生前、大のお酒好きと知られ、また、琴や漢詩をたしなむ人物でした。この特徴って、陶淵明と共通していますよね。また、天心は服装に強いこだわりを持っていて、ある時、この陶淵明の頭巾に黒縁の着物のような衣服をまとった、いわゆる陶淵明のコスプレをしたこともあったそうです。こうしたことから、おそらく大観は、この陶淵明の姿に天心の面影を重ねていたのではないでしょうか。こうして改めて本作を見てみますと、例えば陶淵明の表情は穏やかにまっすぐを見つめています。まるでこの作品からは大観が抱いていた天心への尊敬の念、あるいは追悼の思いが伝わってくるように感じます。今回ご紹介したこちらの2点のほか、大観の晩年に描いた富士山の作品、また大観を師と仰いだ画家、片山南風による大観の肖像などをご紹介しながら、大観が巨匠と呼ばれるに至るまでの道のりを小特集しています。特にこちらの陶青節は、なんと当館で3年ぶりの展示となった作品です。もし足を運ぶ機会がありましたら、この貴重な機会、ぜひお楽しみください。